はい、どうも、ユッキーです。今回は、アナカリスに、水草その前に、の、まあ、成分である、なんだっけ、なんとかかんとかカルシウムね、を、入れたいと思います。1時間。ね、本来、水草その前にが10分ですから。で、ここに、水道水2リッター、がありまして、現在これエーハイムのね、これで、はい、カルキ抜きを入れまして、はい、そしてその中にさらに センターで買ってきました、280円ぐらいの1キロ280円ぐらいで売ってる小石灰1キロ、これが水酸化カルシウムです。水酸化カルシウム、まあ、つまり、水草その前と、成分は一緒なんです。これを 1g 入れます。よっ。しっかり、測りますよ。しっかり測りますよ、測りで。0.1g 単位で測れるこの、タニタの、測り。測りで測ります。粉がすごい。1g。おっと、入れすぎだ。1.0g 入れました。引っ張りました。入れます。前回は24時間、入れた結果、アナカリス君が脱色されて、おそらく葉緑素が死滅したんだと思います。ね、真っ白になってしまったと。まさに、明日のジョーンの明日のジョーの最後みたいに、ね、なりました。すごい粉だなこれ。粉すごいな。粉し。これを混ぜまーす。まあ、24時間つけたら完璧にもう見た目からしても確実に死んでますね。あれね、ダメです。で、水草その前には本来は10分つけてくださいと書いてあります。で、1時間つけた場合、ね、おそらく色では変化しないんではないかと思いますが、ね、
一応、その後の経過もね、一時間つけた時点で、そのやつを隔離しといて、水草のね、一緒に入れとくんじゃなくて別な水槽に隔離しといて、で、本当にこいつは成長してるのかと。アナカリスは成長するのか。しっかり生きているのか。かなりアナカリスって超、水草の中だと最強レベルの強さなんで、ね、そんなことはないと思いますけど、まあ一応ね、実験ですからね。はい。で、この中に、水草。ね。こちら全部アナカリス。アナカリスさんを、まあ、一本。そうだな。なるだけ強そうなやつ。なるだけ強そうなやつを入れる。なるだけ。わかんねえな。何が強いかわからんけど、とりあえず全部強いだろ。アナカリスはもう全部強いだろ。ということで、入れまーす。はい。今から計測スタート。計測スタート。はい。アナカリスを、水酸化ナトリウムじゃねえ、水酸化カルシウムに、入れてから1時間が経過しました。はい。見た感じ、特に問題は、ありませんね。うん。うん。特に、白くなったりとかはしてないです。うん。で、これは、まだ1ヶ月ぐらい、同じ状態で。まあ、これを、捨てて、こいつが本当に、生きているのかと。ダメージが、負ってないか、ということを、まあ、とりあえず、まあ、1ヶ月ぐらい、をめどにね、まあ、隔離しといて、ちゃんと日光にも当てといてね、うん。そして、から、生きてるかどうか判断します。うん。まあ、現状、見た感じでは特に問題はないと。1時間やっても特には問題ない、ということです。それではまた1ヶ月後、また、動画アップしますんで、気になった方は、ぜひ、チャンネル登録、お願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。